始まりました。第一土曜日でございます。土曜の正午はあなたが主 役。じゃあ、はい、もう今年もあと2ヶ月です、はい、もう2ヶ月、ね、早いですね。だんだん生きた年月より先が短くなってきましたそれはもうしょうがないですよね。しょうがないですね、はい、まあ、そうですね、11月といえばやっぱり紅葉ですね。はい、はい、私も北海道に行ってきたんですよ。あ、はいはいはい、北海道のね、まあ、回ってないところが旭川から、はい、宗谷の方だったんですね、はい、で宗谷区の最北端に行ってまいりました、はい、まだそんな寒いということはなかったんですけど、はいはい、道中はね6時間ぐらいですかね。なかなかね、行けないですからね。行けないです。まあ、これもね、孫が、はい、今度就職、はい、行きますので、はい、これからはそんな休み取れないということで、みんなで休みを合わせて行ってきたんですよ。就職に行くというか、決まったんですよね。決まったんですよ。はい、あ、そうです、就職に決まったんですよ。決まったんですよね。はい、まあ、卒業旅行というかね。そうです、そうです。家族でもう、はい、なかなかみんな揃って行けることないので、はい、じゃあそういう企画をしようということで行ってまいりました、はい、で、日野さんがまだ行ったことがないとこへ行かれたわけでしょ。そうです、ね、そうです、そうです、はい、もうそこの方、旭川からそちらの稚内の方だけ行ってなかったので、はい、じゃあそちらの方に行こうということで、はい、稚内ってなかなか縁がないんで、はい、本当に冬になるとマイナス何十度かになりますからね。でつい 2,3 日前に雪が降ったのかな。そうです、そうです、そうでした。でも暖かかったですよ。あ、そう、行った時はね、暖かかった。帰ってきて、東京帰ってきてね、3泊4日でしたけど、帰ってきてっていうのもおかしいけど、はい、あれでしたよ。東京の方が寒く感じました。あ、皆さんそう言いますよ。そうですか。東北の人もそう言う。あ、そうですか、うん、東京の冬って寒いんですよ。です、雪とか降る方がまだ暖かいかもしれない。それと雪国の北海道の人なんか、うん、うちの家内もそうですけど、あの家って言いますか、部屋の中はもう完全にこう遮断してるのであったかいんですよ、はいはい、下着ぐらいで歩けるぐらい、うん、逆に東北の方がそこまでやってないので寒い、うん、そうかもしれませんね、うん、で東京はもう群馬じゃないんですけど、うん、もう風が冷たくってですね、うん、冷、まあ、ビル風っていうのもあるのかな。 ありますね、はい、まあね、良かったですよ。そちらのスタッフの方、本当に一度は若い時に行ってきてください。これで大体北海道一周しました。あ、はい、あの4回にかけてね、はい、一周してきたんですよ。でも一番やっぱ感動は稚内の最北端っていうね、はいはいはい、そこがなんとも、まあね、良かったです。あそこに立ってるんだ。なかなかね、人吉の熊村出身の方がですね、稚内には行かないですからね。熊村じゃないです、あのイノシシ村ですよ今鹿村かなそのくらいね、動物、人間より動物が多いですからね。今年はね、うん、もう僕はもう帰るのはやめました。はい、どうしてですか。帰ると、もうやっぱりね、温度差がすごいですよ、都会と、うんうんうん、やはりもうやっぱり親戚の方に迷惑かかる。そうなんですよ、ほんとね、はい、田舎を、まあ、閉鎖的っていうのか、まあ、はい、用心深いっていうのかね、はい、日本人の特有なんですよ。そうですか。自分のせいになるのは嫌なんです。そう万が一何かあった場合は自分のせいになる可能性もあるじゃないですか、うんうん、ある。だから今のマスクがそうなんです、現実。うん、マスクしてもう外していいんですよ、はっきり言って。でもね、万が一マスクをしてないで誰かに移った時には自分のせいになるわけですよ、うんですね、もうそれが皆さん嫌なの、うん、うん、だからね、今日はね、うん、某鉄道会社の方がゲストで来てくれるんですけど、やはりね、彼らは医療従事者と同じで、うん、もうかわいそうな面もあるんですよ。会社の体制としてね、いろんな人に会うわけですから、うん、乗客の方とかですね、もうしたくもないワクチンをしなくちゃいけない、うん、でマスクは必ずしなくちゃいけないという、こういろんな規制がね、うん、あるので本当に辛いと思いますよね。もう4回ぐらい打ってらっしゃるんですかね。もう、うん、3回打ったと言ってましたからね、うん、4回目ももう来てるのかな、うん、案内が今ご覧になっていらっしゃいます、うん、はい、私たちの番組のファンの皆様、はい、この後ですね、ゲストに、はい、とっても素敵でカラオケ、はい、歌声がね、素晴らしい方がおいでになりますよ、はいはい、楽しみにしてください。ところで社長、はい、この方どなたですか。知らん知らん、そんな人は知らないです誰なんですか、それ。社長
あのですね、これ違いますかね、全然。まあね、うん、これを見てファンになった方を実物見たらね、はい、詐欺、卵かなんか投げつけられほら、シュースでもね、こう僕パッと見た時、昔なんですか、本間千代子さんっていう方がいらっしゃったんで、あ、似てんのかなと思って。いやいやいや、どうですかね、昔は可愛かったんですけどね。誰がですか？私がです。ああ、それは分かりますよね。で、うん、ちょうどね、まあ、30、40ぐらい綺麗だったですよ。え、あの、何ですか、昔は本当にね、あの、学生時代綺麗だったの。ああ、で、30、40、50ぐらいはね、すごく綺麗だったんですよ。で、うん、今は何でしょうかね。まあ、綺麗だと思います。それ言わしたかったんですよ。いやいや、年齢に合った綺麗さってあるじゃないですか。で、やっぱ 僕らももう70、うん、もう70になってますよね。いやいやいや、失礼なね。あの、同窓会なんか行ったら分かるんです、うん、一番若いですよ。違いました、そういう意味じゃなくって、うん、女性の方は損なんですよ。え、なんでですか？もうすっごい差があるじゃないですか。あ、まだこう上品に綺麗な人もいるんだけど、うん、ほとんどがもうクソババになってるでしょ。本当もうかわいそうです。もうマネージャーが大笑いしております。ものすごい差が出てくるんですよ。そうです、田舎にいる人と、うんうん、主婦でずっとやってきた人と。だから日野さんだってその、ね、同級生の方と会うと、ね、違います。違うでしょ。あの、よくマネージャーがね、商人ですけど、うん、同級会で行きますね、うん、まあ、田舎のそれこそイノシシ村みたいな、はいはい、あの2300人ぐらいの村ですけどね、はいはい、うん、行くとね、やっぱ同級生150人ぐらいいるだから、はい、最初はもう席にちゃんとついてて、と、まあ、パラパラ男性女性いるでしょ、はいはいはい、ね、最後全部私のに群がってきますよ。あ、珍しいんでしょうね。ね、ね、初めさん。はい。いやいやいや。で、まあ、ありがたいかな。だってほら、もう腰曲がってらっしゃる方とかもいるじゃないですか。いや、もう少し曲がってきましたね。ね、うん、だからね、本当に、うん、いや、これプロの歌手だから、はい、そこでその人たちと一緒だったら、何なのよっていう話です。何なのよ。うん、この未練花です。結構分かんなかったですね。後でかけるんです。あ、そうですか。いいもの後なんですよ。そうですか。この未練花自分の自慢していいんですか。はい、どうぞ。はい、未練花お姉さん見えますか。これちょうど今22曲目ですね、はい、すごいですよね、はい、うん、22曲目ですけど、頼みますよ皆さん、22曲も出して有名じゃないんですよ。ヒットもないんですよまだ。カズーちゃん当たるっていうのは本当かな。いや、まだ先がありますからね。まだまだまだこれからですよ、はい、でもこの曲が今一番、今というか今までで一番こう一番伸びてます ね、はい、優先でもね、はい、33位でしょ。え、そうです、はい、そうです、優先、全国優先30、はい、6位、あの、注目曲が6位ですね、はい、まあ、ありがたいです。そうですよね、うん、前の曲も良かったんですけどね、プリンスさんでお世話になったのも、はい、日の国太鼓が3万回ぐらい行ってるかな、1年ちょっとでね、はい、急伸びてますよ。でもこれは優先放送で、はい、今注目曲で6位でございます。 それと、リクエストランキングが33位ですね、はい、今ね、なんとか30位に入ってほしいっていう、はい、あの、清水ミュージックの方で叩かれております。でも、あの、言っちゃ悪いんですけど、はいはい、昔優先大賞というのもあったんですけど、もうないでしょ。ないです、ね、もうあんまりね、優先注目されないんですよ、まあ、でもそこでも、はい、こうね、トップ10なんか入っていくとやっぱりすごいですよ、はいはい、社長がね、褒めるってことないの。まあ褒めるとこないからここしかない。でもね、皆さん22曲出してますから、これが例えばちょっとヒットしてくるじゃないですか。そうすると過去の曲まで皆さん聴きますからね。そうなんですよね、うん、そこがね、はい、ちょっと楽しみなところなんですけどね、はい、で、そうですね、はい、もうそうしてやっぱりいろいろね、はい、作詞作曲編曲の先生方にお世話になって、はい、あ、いっぱい出させていただいたんでね、はい、1曲ぐらい恩返したいと思ってるんですよ。そうですね、はい、まあ1曲ぐらいっていう希望がありますので、皆さんとりあえずよろしくお願いします。そこそこは言ってんですよ。ちょっとね、喋りすぎて僕のコーナーがなくなってますので、はい、すいません、はい、ゲストさんも待ってらっしゃいますから、はいはい、ちょっと競馬のコーナーをちょっといければと、はい、先週の天皇賞の結果から、これは、ね、ちょっと残念ながら外れてしまったんですけど、このレースはとても良かった。でやっぱりね、この時に僕話したんですけど、ここで3歳馬と古馬の比較ができると、で1着になったのがやっぱり3歳馬、
ルメールが乗った馬なんですけども強かったですよね。でパンサラッサという馬がですね、もうこれはもう逃げ宣言をしてまして、果敢に逃げまして、どのくらい離れたの、10馬身以上離れて大逃げ打ったんですよ。でいやこれは逃げ切るのかなと思ってたんですけれども、最後の直線最後の最後で花咲か首差ぐらいでかわしたんですよ。やっぱりルメールのこうペース判断も良かったですしね、この馬強いなと。で3着になった馬も3歳馬なんですよ、これは今年の3歳馬強いのかなと。去年もね今年4歳馬になってます。去年の3歳馬も強かったんですよ。それ以上に今年は強い。でこれは2着3着がちょっと僕買えなかったんで、1着4着5着になってるのかな、残念だったんですけどもね。で明日日曜日なんですけども、アルゼンチン共和国杯というレースを予想してます。で明日は G1 がないんです。でアルゼンチン共和国杯と、西では都ステークスというかダートかな、というのがあるんですけれども、これも面白い。はい、どうぞどうぞ。でね、このレースはですね非常に面白いレースなので、今回も5頭を選んでます。でこのなんていうんですかね、この東京のですね 2500m というのは数あるレースの中でも2回ぐらいしか使われてないんですよ、このコース。でアルゼン共和国杯とあと目黒記念かな、その2レースぐらいしかデータがないんですよ。でやっぱり得意な騎手とかですね、枠によって随分変わってきます。でやはり長距離ですので外枠は非常に損、やはり内枠がデータ的にきます。でここで僕が狙ったデムーロ、クリスチャン・デムーロという騎手がまだヨーロッパから来て日本に残ってますから、向こうでもトップジョッキーなので、調教師にしても馬主にしてもこの方にはですねいい馬を与えます。で唯一の3歳馬なんでここから行きます。でこのコースの不得意な騎手とか得意な騎手っていうのが顕著に出てるんですよ。で8枠っていうのは非常にね3着までに来る確率が低いんですよ。低くってもですね、もうここに固まってしまって僕が狙ってた馬がですね、戸崎とやっぱりルメールが8枠にいます。で本当にテンパーいってないのかな、3着になるまでなる確率がですね8枠っていうのは。でもこれ穴かなと思って、本当は3頭選びたかったんですけど2頭だけにしました。でやっぱりクリスチャン・デムーロの馬を軸にして残りの4頭で、生まれはやはりボックスで、それと3連単はクリスチャン・デムーロから4頭、残りの4頭を選んでですねマルチでいきたいと思います。あとはですね都ステークスという関西で出る馬がいるんですけども、これはねやっぱり横山武史が乗ってる馬、これには書いてないんですけど、そこからね僕は3歳は全部に流します。あとよくあるパターンなんですけども、馬主が同じ馬が2頭出る場合があるんですよ。でそういう場合は結構ね人気薄の方が来る、配当がかなりつきます。で都ステークスもですね、名将という冠の馬が2頭出てます。名将風神、名将土俵かな、2頭ともあんまり軸が人気はないんですけども、来る確率は今のデータからすると非常に面白い確率で来るということは配当がつきます。でこれ横山隆史から僕7頭ぐらい選んで生まれるだけで買ってみたいと思ってます。あとはね都ステークス7枠がよく来るので7枠2頭とも人気がありませんのでその2頭も買います。こういう買い方をするのが一番競馬は面白いのかもしれません。明日 のアルゼンチン共和国杯はクリスチャン・デムーロから皆さん買いましょう。ということで競馬のコーナーはここで終わりたいと思います。はい、この間にですねゲストの方に入って、いただきました。
どうぞスタジオに切り替えていただける。はい、ようこそいらっしゃいました。こんにちは、ありがとうございます。はい、あの現役の鉄道マンで、はい、スーさんということで、うちのあの前回の12回の東京大会カラオケ大会で関東賞をいただいてますので、まず歌は先に聞いてもらいましょうかね、うん、スーさんね、歌を聞いてからお話に行きましょう。はい、はい、よろしくお願いいたします。うまいっすよ。ちょっと改めて今の、はい、あの審査、審査、はい、あの声が澄んでますね。あ、はい、ありがとうございます。鼻からスーッと裏声が抜けてるので、はいはいはい、いい評価だったと思います。ありがとうございます。ね、あの吉岡先生でしたか、その時のコメントは。そうですね、そうでしたか、はいはい、あ、吉岡先生はね、プロ中のもう音楽の先生ですから、はいはい、間違いないと思うなんておっしゃいましたか、吉岡先生は。吉岡先生、そうですね。あのコメント の, あのアドバイスだけはしっかり覚えて、あれですね、高音出すときにこう上を向いちゃうんで、うん、もっと下を向いてこう歌ったのはもっと楽に歌いますよっていうのが、うん、そうでしたか、はい、課題で、はい、それがすごく頭の中で、はい、ああ、そうでしたか、はい、でも社長ね、声死んでますね。うん、僕、あらと思いましたもん、うん、聞いてて。どっちかって社長系の歌ですね。はい、あの小西社長もこういう歌をよく歌う。ああ、はい、いやでもあんなにうまく歌えない。だってそれにはなぜね、あの、はい、聞いててあらっと思ったのは、うん、あのすごくリラックスしてというか、うん、力が抜いた歌い方で、本当にこうなんていう、裏声も綺麗に出てるし、うん、出てましたね。だってその証拠があるじゃございませんか、こちら。そう、はい、そうですね。まずこれからいきますか。これからいきましょうよ、はい、これはですね、はいはい、あの NHK の25年前になるんですね。そうですね、25年前、はい、NHK のど自慢で優勝した時の盾ですね。そうですね、はい、はい、この小さい方が皆さん知らないんだけれども、うん、参加された20名の方全員がもらえると。そうです、はい、で優勝の盾は1人だけもらえると。そうですね、はい、いうことで、はい、はい、ちょっとこちらの説明からちょっと、あの予選から始まって、ね、皆さん知らないんで、ちょっと最近、あのネットも見てみたんですけど、はい、今も25年前と変わらずにあのハガキでまず応募します、はいはい、それで、予選が前日なんですね、はい、私ちょっとあの山梨の方の文化センターというところでやったんですけど、その会場で、前日に予選をやります。で予選を出れるのが、200名にハガキのハガキから絞られまして、それで、まあ、午前中、前日の午前中から入りまして、1人持ち時間大体30秒ぐらいですかね。あれがすごいですよね。はい、で、あゆべお順で曲を歌っていくんですね。なので同じ曲はずっと被るんですけども、まあ、あなたの何個とかが始まって、最後は私を何とかっていう感じでやって、まあ、私はサボテンの花っていう曲を、大塚蔵さんの歌を歌わせていただいたんで、ちょっとまあ前寄りの曲だったんですけれども、それで予選が、もう夕方の4時ぐらいまでやりますんで、まあ、出入り自由で、はい、17時にあの当日テレビに出れる、20名を発表しますということで、その時にいらっしゃらないともうあの無効になりますということで、うん、まあ、もちろん皆さん会場には戻られてるんですけども、200名の中から20名ですね。そうですね、200名から20名ですね、はい、はい、それ で当日のいいですかね、はい、で夕方の5時に、20名が選ばれまして、
それでその後ですね、まあ、どこも会館もですけど会議室みたいなのがおそらくあると思うんですけれども、そこでこう、テーブルに座りまして、でいろいろ名前からプロフィール、はいはいはい、またちょっと自分のこう司会者の方がどういうふうに紹介していいかですよね、はい、で一人ずつ司会の方と打ち合わせをして、はい、こういうことを話しますよっていうことを打ち合わせします。それでその間に、まあ、今も昔もあの生演奏だと思うんですけれども、ピアノの先生だけ、いらっしゃって、ステージで一人一人、音合わせですね、キーはこの辺にしようとか、あと普通に歌うと、頭の部分2回繰り返しとかっていうのを、ここは1回にしていきなりサビに入りましょうとか、ちょっと打ち合わせをするんですね。でそれを20面順番に打ち合わせをしながらこう抜けていって行うという感じで、大体夜8時ぐらいまで、行いまして、翌日はまた当日ですね、早く、集合しまして、はい、私はまあその文化ホールから近かったので、はい、そんなんですけど、結構遠くからもいらっしゃる方もいらっしゃったんですけども、それで当日一人一人リハーサルを、行いまして、それで、その後今回もそうですけども、毎回私の時はまあ高田新さんと高田香織さんで、はい、まあ、演歌の歌手の方がゲストの方ですね、はい、でお二人でテレビでは1曲ずつ歌うんですけれども、うん、番組が終わった後にミニ歌謡ショーというような感じで、3曲ずつ、その時に歌いまして、ね、その3曲のリハーサルを、会場20名しかいないんですけども、うん、お客様が入る会場でこうリハーサルを見れるというあれで、それでそのうちに、控室に戻ってまごまごしていると流れるように11時45分、生放送の今12時15分ぐらいからです。あ、12時過ぎてました。12時15分、今ね、12時15分ですね。あ、ごめんなさい、前もそうだったかもしれません、すみません、12時ぴったりじゃなかったんですよね、はい、ニュースが入るね。あ、はい、で、それで、そうですね、当日入りまして、はい、はい、そこまでですかね、はい、はい、はい、質問なんですけど、はい、その200名集まった時の予選、はい、持ち時間30秒です、はい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 、今の歌だったら前奏だけで30秒で終わっちゃうやつもあるよね、はい、そんなのどのくらい歌えるかって人によって違うでしょ。そうですよね、だそういうのは当日までわからないので、はいはい、まあ私の曲はさほどこう前奏もなかったので、はいはい、歌えたんですけれども、本当に感想だけでちょっと歌ったら、はい、ありがとうございましたって終わっちゃう方もいらっしゃって、もう流れ作業で200人なんで、はい、それはちょっと、はい、極端に言ったらね、2、3小節聞いたらその人分かるもんね、うまいか下手か大体分かりますよ。一番盛り上げるところが最初に来てるとね、そうですね、うまいなってなるけど ね、真ん中あたりに行こうとした時にね、はい、次って言われたら、そうです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 、だからどうやって決めたのかなっていうのも思いましたけども、うん、はい、はい、でも素晴らしいですよね。 ありがとうございます。あちこちで賞金は出ましたか。で、あ、いいんですかね、はい、どうぞ。いろいろ民放さんの大会って必ず賞金が出るんですけども、はい、うん、NHK のど自慢は賞金はもう全く出ません、うん、でこのトロフィーと参加賞ですね、はい、であとその当時、今もどうだか分かんないですけど、私の時はこうもう宣伝になる衣装は全部タブーだったので、あ、ね、もう黒い無地の T シャツで出たっていう感じがありまして、はい、皆さん本当にブランドとか入ってるシャツは着ないでくださいって、はい、その当時なんかありましたね、はい、今もそうなんですかね。今もそれ分かんないです、今もそこに、もう気にしないで見てるから、はい、そうですね、72年続いてるんですね、いろいろ調べてみたら、本当にコロナ禍の1年間のね、ちょっと止まってる時期はありましたけども、うん、はいはい、はい、その中の一人なんですね。あ、まあ、あ、そうですけど、はい、素晴らしい方と横にいるんです。いや本当に年末のグランプリはどうやって決めるの、グランプリ大会、グランプリ大会って3月なんですよ、はいはいはい、年が変わって、3月か、はい、それで先ほどの流れ的になんですけど、うん、番組が終わった後にもう一度でここで放送は終わりますっていうふうにこう手を振って、はい、トロフィーを持って、はい、番組が終わるんですけども、はい、今度はチャンピオンに鐘を鳴らさずにワンコーラス歌っていただきますって言って、はい、もう一回ワンコーラス歌います。そうですね、歌ったんだ、その時に、はいはい、で私が、ま、チャンピオン鳴らしていただいたんで、はい、私が歌って、はい、それでもう鐘もなしで歌い終わったら拍手して、はい、それがビデオ収録になりまして、
1年間で、46週あるんですかね、なんか日曜日が、46人だからチャンピオンができて、で3月のグランドチャンピオン大会って18名なんですよ、3分の1なんですよ。それで、グランドチャンピオン大会に出るのは、そのあれですね、その後に歌ったその動画だけを見て、でスタッフの方が選ぶって言われるので、改めてこう対戦とかはしてなかったので、で選ばれませんでした、3月には。はい、でそこで NHK ホールなんですね、グランドチャンピオン大会って、はいはいはい、だそこで歌いたいなっていうのをもう一生の目標に、ずっと。ってことは須藤さん一回優勝してるじゃないですか、はいはい、もう一回出れるの、まだ予選から。もう一度地元で、はい、ちょっと家内の実家の方でこちらは出させていただいたんですけど、東京の地元の、まあ、今とは違うそこに住んでるんですけども、東京で、申し込んだんですけど、予選までは通りました。で予選はやったんですけれども、まあ、そこで予選で終わりだったんですね。でいろいろ、まあ、どこまでが本当の情報かわからないですけども、もう一度チャンピオンになってしまうと、もうダメだよっていうふうに、でテレビに出ても何も賞ももらえなければ何十年ぶりの出場ですっていう方もいらっしゃるんですよ、はい、NHK の場合に、はいはい、なんでチャンピオンになっちゃうとやっぱ2回テレビには選ばれないよっていうのが、なんかそれが本当のあれか分かんないですけど、噂でちょっとそういうのは聞きました。はい、都市伝説みたいな、はい、聞きました。はい、なるほど、はい、ね、少しはね、ほんの気持ちだけでも優勝者にあげてほしいよね。ねえ、まあ賞金、賞金、はい、やっぱ出た感があるんじゃないですか、優勝した、まあ、でもなんかこの本当にこの鳩のトロフィーって子供の頃からちょうど25年前って、はい、今テレビ東京のカラオケバトルさんとか、これ鳩なの？あ、鳩です、鳩です、鳩です、あ、鳩です、金の鳩、そうです。コマドリかなんかと思っちゃったから歌、もしかしたら歌のあれで違うんですかね。噂でも鳩っていう風にずっとイメージがあったんですけど、金ですか銀ですか。鳩にしてくちばしが違うんですよ。あ、違いますか。くちばしが違うんです、鳩と。初めて気がつきました。はい、だからコマドリかな、ひよこだと思いますよ。ひよこって、いや、ひよこはピューピューですからね。、はい、ひよこはこんなに翼があるわけないじゃないですか、応募バレーとね。あ、じゃあもしかしたら違ったかもしれない。もしかしたらカナリアとかね、ね、あ、もしかしたらそうだったのかもしれないです。もうずっと子供の頃からくちばしは上下はそんな変わらないですか。あ、そうですね、はい、言われてみれば、はい、全然今まで気にしたことはなかったですけど、はい、重い、ね、重いの、うん、なんかこれ、なんか金目になる、どうなんですかね、わかんないですけどね。やらしいですか、よくわからないです。すぐやらしいこと。いや、だって重いから金かなと思って。真鍮ですよ、多分。あ、真鍮、うんうん、重いから、まあね、これは一生の記念です。そうですね、もう初めて、ね、自分の顔保険にはこれ突っ込んでもらう、まあ入れてもらいますかね。はい、はい、それとはね、はいはい、まあ、歌はちょっとこれであれなんですけど、鉄道員ということで、はい、鉄道員の仕事っていうのは僕ら目に見えるものしか知らないじゃないですか、うん、でもいろんなテストがあってこう登っていくわけじゃないですか、だから鉄道員をまず目指した動機、そうですね、まあ、本当にバブルの前だったんで、はい、正直給料なんかもすごい魅力はなかったんですけど、なんかこうまず制服とね、はい、電車マニアとかよくあれなんですけど、僕そういうのではなくて、制服とあとこう時間通りにこうきっちり運行するとか、はい、なんかそういうのが興味があったのと、はい、高校時代、会社時代も、はい、バンドを組んでたんですけど、はい、高校時代にその当時ってザ・ベスト10っていう歌の、はい、はい、番組がありまして、その時に伊藤俊博さんっていう、はい、そうですね、富山車掌区、はい、まあ、国鉄ですね、はい、JNR です。 今は JR なんですけど、 JNR 日本国有鉄道、国鉄の時の貨物の車掌さんが制服で、はい、ベスト10に、うん、何位に入るとね、はい、制服で歌ってたんですよ。だから僕もなんか固くね、生活する仕事はしっかり持って趣味でこう歌で何かできたらななんて思って、もしかしたらそれがちょっともう鉄道員として
あの歌を歌い続けていきたいかななんて思った、ちょっと野心もその前ありましたね、前に、はい、それからこう今実現してるわけですよね、アマチュアといえどもいろんな段階で、まあそうですね、もう、はい、まず最初にどういう職場に行くんですか。あ、そうですね、まあ、当社は、まあ最初は、まあ、駅員さんですね、あの駅の、はい、あの駅係員というか、駅の係員さん、まあ、切符、僕の当時はもう切符をこう切ってる時代だったんで、はい、で2年間あの駅員をしまして、そうするとあの電車の車掌さんを受ける資格ができるんですね、あの次はどこどこって電車の後ろでドア閉めたりする、ちょっとやってください。いやいやいや、それはちょっとあのその場所が出て、 駅名が出ちゃう、そう駅名が出ちゃいますよね、ね、そうですね、浅草で、そういう昔はそういうあの、うん、癖があるってちょっと失礼ですけど、うんうんうん、そういうあれで僕は普通の声でこう、うん、あの喋ってたんですけど、うんうん、はい、昔は本当に独特なね、うん、それがまた上の上のとかってね、うん、すごいこう伸ばしたりなんかする、それはあるんですけど、それで車掌さんになりまして、うんうんうん、で今度車掌さんを2年間やると今度運転手のしあになる、運転手はもう国家試験なんですね、はい、なんで、であの運転手を受ける資格ができまして、まあ、たまたま2年2年でまあ運転手までになれまして、で電車のまあ運転をして、また今再度あの駅の方に来て、今あの日々あの駅のホームでもアナウンスしてます。某鉄道会社作った時々歌うんじゃないの。いや昔はお客さんいない時にね、大昔にふざけてあのやったこともあったような気がしないでもないですけど、もうそんなことはできないですけど、はい、一つ聞きたいんですけど、はい、運転手って絶対乗ってないといけないじゃないですか、はい、で体調悪い時あるじゃないですか、お腹が痛くなって、はいはい、そういう時どうするんですか。あの、まあ、列車無線っていうのがありまして、はい、おそらくまあどこの会社もそうだと思うんですけれども、それであの無線を入れるとあの、まあ、運転手さんとかがいるポイントがあるんですね、あの待機するところ、はいはい、まあ、そこに毎回出社するんですけど、はい、何箇所かありまして、はい、でそこであの代わりの人が待つっていう感じなんで、そこまではもう頑張るしかないんですね、もしお腹が痛くなっちゃったり、すごいわね、はい、まあ大いにして、まあ、私運転手は9年半10年弱やったんですけど、まあ一度もそういう時はなかったです。だから冷たいものとか、車掌さんと運転手をやってる時は冷たいもの全く飲まなかったです、夏でも。もうあったかいお茶しか飲まなかったですね。今便利なパンパスがある。いや本当に、まあ、まあ、そういう方いらっしゃるどうですかね、はい、中にはね、中にはね、ええ、本当に体調悪い、そうそうですそうです、うんうん、あれは本当に痛切なね、ええと思いますよ。そうですね、ええ、はいはい、そうですね、裏話、そうですね、はいはいはい、はい、その辺はどうすったろうと思ったんですよ、前からね、だもう電車を置いて、遅れたらダメじゃないですか、始発というか出発のね、はいはいはい、あれ1分いくらの罰金でしょ、なんか遅れたりすると、あれはなんかね、JR 昔ありましたから、ね、うちはそういうのは、うちの会社はそういうのはないです、はい、そう、待機待機する場所があるんだ、そうです、あって、まあ、それぞれそこにこう、そこで出勤して、あのうちの会社はですからね、はい、あのそこで着替えて、そこから乗り始めて、最後はそこに帰ってくるって言われなんですけど、変な話、やっぱり運転しながら、はい、漏らしちゃったりする人いました。いやー、聞いたことはないですけれども、あっても言えないでしょ、あっても言えない感じですかね。まあ、少なくとも私の知ってる親しい人はなかったですね、はい、一度も、はい、ね、まあ、はい、なかなかね、そうですね、だって歌だってそうですよ、もう誰か前の人がね、早く終わったりすると、ああ、トイレどこかなって言って呼ばれると、はい、うわ、行っときゃよかった、大丈夫かなと思う時ありますよ、やっぱり、ね。大変な仕事なんですね。まあでも、ね、長、私たちはもう 何分かの勝負だけど、はいはいはい、長いからね、そうですよね、どこからどこまで距離がね、そうですね、はい、大変だと思います、頑張ってください。あれは例えば1日どっかから、一つの A 地点から B 地点まで行くとするじゃないですか。1日の勤務がね、あ、はいはい、で1日それで終わるんですか、もう1回時間休憩して、あっていうか何往復もしますよ、あ、いろんなとこ行ったり、ま、いろんな線があるんですけど、はい、あ、そうなんだ、何往復もします、なのでそこを通り過ぎるので、はい、お腹が痛くて、あ、次もうそこで交代頼めるかなってスーッとこう波があるんですね、やっぱり、うんうん、ギリギリまではないんですけど、私もそういうのがあったんで、はい、で大丈夫だったなと思って、そこを離れていった途端に
また物が痛くなっちゃったりって、これもう必死のもう笑い話じゃないですよ。本当本当ね、今度もう戻ってくるまでそこにね、うんうんうん、行けないので、そういうことあのもう、ね、青ざめるよね。そうです。やっぱり冷や汗、ね。そう本当です。あの油汗ぐらいまで時はありました。ギリギリ時はありましたけどね。日々管理が大変ですね。はい、そうですね。うん、だ食事とかそういうのは、まあ、先ほど飲み物なんかもね、ねあの気を使ってらっしゃるね。まあ、乗務員あの、うん、車掌さんとか運転手さん乗務員って言うんですけど、うんその時は本当にすごく気を使いました。うんはい、ですよね。はい、家にね、夜遅くまで飲み歩いたりできないですよね。そうだったら。あそうですね。はい、でもね、私たちが電車に乗ってると、はい、やっぱアナウンスが聞こえるじゃないですか。はい、次はどこどこ、はいはい、で声に惚れるよね。あいい皆さんいい声ね。あそうですね、まあ、車掌なんてその声の審査とかあるの？あなんかもうやっぱ時代的にいろんなのがあってもう当然若い子たちのあれでなんか放送コンテストみたいなのも会社の中であって表彰されたりだから若い子たちは上手ですね。あ僕の時はもう女性の方もいなかったんですけど今はもう、ね、運転手も車掌さんも女性の方いらっしゃるし。まあ、男性もあのいい声の方いますし、うん、車掌さんも女性の方もね、うん、すごい素晴らしい声の方いらっしゃって、はい、よくこうあのあれするとね、わあこの人の声いいな、なんか顔見てみたいわ、すごいなって思いますよ。ね、鈴さんもそうなのね。いやいやいや、私はもうそんな足元にもあるんですけども、うん、何か来ましたよ。ないですか？ちょっと僕、ね、目が読めないんで、平野さん何て書いてあるんですか？お知り合いかなんかですか？今番組に来ましたよ、ツイッターで。アンドロイド。7歳。はい、そうですね。はい、はい。いや、わ、はい、大会の方なのかな、なんだろうな、わかんないです。はい、あとね、スーさんはいろんな趣味がありましてね。はい、あ、はい、はい。マラソンとかね、野球の審判とか。ね、そうですね、まあ本当に。すべて歌のために、はい、もう本当に健康のためにジョギングをしているような感じなんですけども、はい、ちょうど2000あの東京マラソンってやっぱり東京のすごくも海外からも来るあれで、うんうん、抽選でやっぱり13倍とか倍率がすごいんですよ、まず当然参加費を払うんですけどその抽選に当たるのが一苦労で、はい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 、で2016年にだ本当に浅草もこうで、うん、走れて銀座も走れて、はいはい、2016年にほぼここまで第15回ぐらい開催されてるんですかね。でほぼ毎回申し込んでますけどその2016年の1回しか当たったことがないです。で当たった時はしっかり走らせていただいたんですけど、はい、あれも抽選と、ね、そうそんだけやっぱりね、のど自慢にしても参加者が多いんですよね、うん、そうですね、すごいね。いや文武両道に、いやいやそれにスポーツもね、すごい。でも本当歌にいいんですよ、声に走ると、ええ、肺活、そんなにもう早く走ったり僕できないんで、はい、だこう息がね長く続いたりとかって、やっぱジョギングしてるあれなのかななんて思ったりもします。それはあるでしょうね、はい、はいはい、日山さんもね、肺活量とか結構いいんですよ。100m も走れない。 1m は走れるでしょ。 1m も足短いからね、3歩ぐらいかかるんですよ。ね、あ、いやいやいや、笑いとこ笑いとこ、いやいや、まあ、笑いとこよ、ここ、すいません。なかなかね、古い人間のね、分かんないですよね。いや、もう審査員でもありましたしね、敵に回しては大変なことなんで、今後もね、はい、今後もお願いいたします。覚えとくわよ、スーさんね。お願いいたします。ちょっとここでね、せっかくだから日向さんの歌も聴きましょうかね。はい、ありがとうございます。ちょっとワンコーラスですけど、すいませんが。すいません、ありがとうございます。今、推しの未練花だ、はい。いいでしょうか、はい、はい、どうぞ、じゃあちょっと聞いてみましょう。いや、うわー、恥ずかしい。なんで言わないか。未練花。
いて泣いて泣き濡れて、あなた恋しい拍手いただくなんて。今の映像の方とそのポスターの方、はい、同一人物なのかな。いや変わらないですよ。でしょ、変わらないです、そのままです。でもね、お店にお客様が見えるとですね、はい、いっぱいポスターあるんですよ、その歌ごとに。で、俺この人に会いたいって言うんですよ。で、私がいらっしゃいませって出ると、この人に会いたいんだけどって、この人ですよって言う。いや違うっておっしゃいますよ。そうです、ちょっと 歌に関して聞きたいんですけど、はい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 、最後対岸に咲くじゃないですか。はい、ボンボン最初海岸に咲くって聞こえてそこがもうちょっとね、はっきり対岸ですよ、対岸、歌ってもらった方がいいのかな。わ、はい、かりました。明日あの山梨で歌いますので毎回そこがあれと思ってます。そう、海岸で歌って対岸って言ってるから海岸に聞こえますよね。そうそうそう、で普通対岸ってあんまり使わないから、うん、作詞家によく言っときますよ。まあ、見てますか先生。聞いてますか。そこが一つだけ気になる。これはね、今あのいいですか社長。はい、どうぞ。今昼帯っていうの12時からやってんですよ。あ、はいはい、昼帯、はい、昼帯、はいはい、2時間番組です。あ、10時半からですね。11時12時2時までやってるの。そこのエンディングに、あの遥か彼方っていう作詞作曲、私の作詞作曲の先生からカラフルパレットエンディングに流れてます。本人も出て歌ってますよね。で、先生がコマーシャルしてくれたらね、 ありがとうって後でメールが来るんです。先生メールしてください。いや喜んで、あの昨日ラジオだったんですよ。ラジオの放送だったんです、はい、でそれ私言ったんですね、先生聞いてたみたいで、マチコさんありがとうございます、俺たちのことをねコマーシャルしてくださったんですねってね、もう朝一に来てました。ラインがやっぱみんな必死ですよ。そうですよね、うん、やっぱりね、うん、今頑張っております。誰がどこでね聞いてるかわからないし、ね、うんうんうん、本当朝一に来てありがとうございました、ラジオ聞きましたって来て、今度ゲストに出てください。そうですよね、うん、そんなん持ってる人いないですよ。何をですか。そうですよ、いい話。でも見せられないのがね。でも生まれて初めて出たカラオケ大会がこれだったんですよ。あら、この後あのこの当時ってね、あの、うん、お祭りでもカラオケ大会とかって ありましたよね。うん、今いろいろ今隠し芸とかパフォ、あのなんかねダンスだとかに変わってますけど、昔はカラオケ大会っていうのは必ずお祭りでありましたよね。ぜひあの今度社長がやってくださいますので来年どうぞお願いします。はい。来年またやってくださるそうです、カラオケ大会。はい、次はどんどんなんか動きますね。どなたですか。天眼鏡で保坂さん。保坂さん。あ、うん、はい、不安です。はい、マチコさん宛てに、はい。はい、ありがとうございます。はい、これはでも誰なの？奈良さんだから同じですよね。うん、違う。多分。はい。はい。マチコさん。はい。あ、はい、奈良さん。ありがとうございます。すごいですね。そのうち出待ちされますからね。なんだババかって帰られますよ。まあ今度ね、うん、なんでもいいですから、うん、今ですね、はい、BS 日テレ8時から、はい、ババのりこさんの、はい、火曜プレミアムに出ております、はい、とあと埼玉テレビの出てるというか流されてます PV が未練花、はい、とあと埼玉テレビで土曜日の、はい朝、はい6時から未練花が流れております、はい、ぜひ、2曲ですけど今日流れてました。もうお客さんから見ましたよっていう来てます。あの2本立てて今やっておりますので、はいはい、ぜひ皆様応援してください。彼岸のマツコでございます。ちょっとすいません、コマーシャルして。あ、何もう間違いなくカットですから、ね、一番いいとこなのでまあまあね、うん、でもこうやって皆さん頑張ってらっしゃるんですよ、はいはい、あの僕らと全然違う世界じゃないですか。そうそうそう、ね、ある意味公共の、ね、仕事ですか。いいんですか横に座って。いやそうですね、
お金払うです、ね、今日、私がですよ。いや、私がです。私がです。今日のお話はね、うん、ダメになります。普通の人は知らない。知らないですよ。やっぱね、のど自慢のこと、うん、鉄道のこう仕事とかね。うん、NHK のど自慢でチャンピオンになると、プロになる方がね、多いでしょ、結構いらっしゃって、うん、ええ、今からでも遅くないですか。いやいやいや、そういう方が多かったんで、うん、結構ね、はい、素人の、まあ、サラリーマンが、うん、こう出たことがある人で、うん、そのテレビの放送しかない、うん、なかったんで、その裏話っていうかね、うん、それって本当はね、はい、その NHK の V を流したかったんですけど、あ、はいはい、著作権とかね、そうそうですね、 NHK とは喧嘩したくないただぶっ壊せというのはいいですねNHK とはね、はい、NHK 等に入らなきゃいけない、はい、それじゃね、はい、はい、ああね、本当にあっという間にね、時間が来てしまいました、ね、楽しかったです。もう一回ぐらい出てくださいよ。 ありがとうございます。ぜひもう話し足りないことありますか、うん、いやいや、もう大丈夫です、はい、ありがとうございます。もう余計なことは、はい、いやいやいや、余計それ最後にですね、はい、ここを皆さん、マスクはしてないんですけども、はい、コロナ対策としましてね、まあ、こういうアクリル板もありますし、オゾン発生器、小型のオゾン発生器がこの室内にありましてですね、ウイルスとか匂いとか全部こう分解してますので、今日我々3人はやってません。はい、な、特にね、仕事柄、ね、気を使われるからね、これは言っとかないといけないです。ワイシャツまで鉄道みたいですよ。あ、いやいやいや、そんなことないです。うん、なんかね、今日はね、レールですか。そうですね、線路みたいな、素敵な、はい、ということで、はい、今日はもう時間来てしまいましたので、はいはい、皆さんこれで今日は、はい、さよなら。さよならでございます。ありがとうございました。